昔は日本よりも経済力が弱かった国に対してそれが逆転されて逆に日本が先進国の中でもう今そこが抜けた状態になっちゃっててそれをどんどん買われていってるだけの話ですよそれを中国のせいにするっていうのはあまりにも恥ずかしいやらなきゃいけないことは何かし言ったら日本の経済立て直すことですよ本当の愛国者であったりそれを名乗るものなら余計にそれを考えなきゃいけないんだけど安易な方向に流れる愛国者自称愛国者が多い 中国の奴らが日本の様々なものを買っていく。じゃあ、買われないためにどうしたらいいですかっつったら、もちろん国内法で重要なものに関しては、外国の人たちが買いづらくなるような決まりを作るっていう方法もある。でも、根本問題として、日本経済が強くなるということが一番の近道ですよ。中国人が東京の火葬場や北海道の水源地、熊本市の水源地などをどんどん買いあさっていることに、 ちょっとととしていいいいままます。す。す。意見を聞きたいと思いますありがとうございます経済的に力のあの国が経済の強い国が経済の弱い国のものを買っていくって当たり前なんですよこれは昔日本が経済的に強かった時も世界のさまざまなものを買ってきた当たり前のことなんです日本がここまで30年間先進国の中でただ一つ布教が続いているっていう状況を作ってしまったある意味での失敗国家なんですよ その失敗国家の中で貧困が拡大しているのが今の日本で、経済が強い国が、私たちの国のいろんなものを買っていくということに関して、憤りを感じるというのはよくよく理解できます。ただし、その怒りを、どこか特定の国に、ある意味でヘイトであったり、ある意味でナショナリズムを煽るようなことに利用されちゃいけないってことなんです。何の意味もない。 昔の日本が様々なものを買ってきたって記憶あります有名な映画会社だったりとか、様々なものを買ってきたんですよ。出してね。ありがとうございます。日本から海外への不動産投資の推移みたいなものなんですけどね。不動産業に対する対外直接投資額の推移みたいなもんなんですけど、一番トップに来てたのが平成元年1989年。バリバリこの頃。 日本は世界中のものを買いまくってたんですよ。ハワイのコンドミニアムとか、他にもアメリカの魂とされるようなビルとか、絵画とか、映画会社とか、経済が強い国が経済弱い国に対して、こういう形で買い占めていったりとかしながら、経済的侵略を広げていくのは当たり前なんですよ。今中国が日本のいろんなものを買ってしまっていることに対してどう考えますかっつったら、昔は、 日本にも経済力が弱かった国に対して、それが逆転されて、逆に日本が先進国の中でもう今、そこが抜けた状態になっちゃってて、それをどんどん変われていってるだけの話ですよ。それを中国のせいにするっていうのはあまりにも恥ずかしい。やらなきゃいけないことは何かっったら、日本の経済立て直すことですよ。世界のトップを取れそうな勢いの日本、そのポテンシャルがあるこの国を、ここまで腐らせたっていう政治に対して怒りを爆発させるべき。 中国に対して怒り爆発したって、中国の態度は私たちによって変えられないよ。日本の経済はそれによって立ち直らないよ。問題の本質考えなきゃダメなんですよ。ここまで日本が経済的侵略をされる理由は何なのか日本経済が弱くなったから。それを立て直すために何ができますかっていう話にならないと、本当の愛国者であったり、それを名乗るものなら余計にそれを考えなきゃいけないんだけど、安易な方向に流れる愛国者、自称愛国者が多い。 中国の奴らが日本の様々なものを買っていく。じゃあ買われないためにどうしたらいいですかつったら、もちろん国内法で重要なものに関しては、外国の人たちが買いづらくなるような決まりを作るっていう方法もある。でも根本問題として、日本経済が強くなるということが一番の近道ですよ。ルール改正とともに。そういうことですね。他にあったかな出して。 はい日本から海外への不動産投資はバブル経済、円高を背景に87年頃から急増、ピークは1989年と141億4300万ドルってことですね、買いまくってた、85年プラザ合意後の円高で、米国内の資産を買う円の力が強化されていったってことなんですよね、ままあ、様々円高を背景にアメリカの不動産が売れる売れる、台米不動産投資では日本はトップになった。 投資目的での海外不動産購入が増えていく。保険会社の海外不動産投資が1兆円を超えるとかですね。えー、大手製法1兆円越すみたいな。どんどん自分たちの持っている経済力を持って世界を買ってった。ジャパンマネー。そういう時代があったってこと。はい。ロックフェラーセンターを保有したこともありますよ。89年三菱が勝って。すごいですね。まあこのようなことをずっとやってきたってこと。今起こっていることに関して、 特定の国を挙げて、あいつらが俺たちの国を侵略しようとしているとかっていうのを煽るのは私ダサいなと思うんです。そういう話じゃねえわって。だったらそれが変われないようなルール作りをし、その上で日本の経済を本気で立て直すってことをする必要がある。これ以上日本を安売りできなくするためには国内の経済立て直すしかないんですよ。そこがセットになってない話だったら私は政治家とか そういうものが語る話であるならば、それは聞く価値もないものだなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。日本全国で土地や水源がばんばん買われているだけでなく、先日、えー、中国で日本人学校の、えー、10歳の子どもがターゲットにされた事件がありましたよね。そこら辺に対して何も言えない弱腰外交、どう思いますか。ありがととううございます。す、あのー、今、つの話に分かれたと思うんですよ。 一つは日本の資産が買われていく外国にという話。で、もう一つは海外で起こった、えー、非常に痛ましい事故、事故というよりも事件。日本人の小さな男の子の命が奪われたという話。で、ここに共通する今の方のご発言では中国っていう国になるんでしょうけど、中国に対しての私は何かしらヘイトみたいな形になるのはちょっとやめた方がいいんじゃないかなっていうのを持思ってます。 中国におけるそういった事件が起こってしまったってことは、これは大変なことだから、なぜその事件を起こした者がそのような行動に至ったのかってことは、日本国は把握しなきゃいけない。当然情報の共有はしていただかなきゃいけないし、これに対していかに再発防止をしていくのかということも、これはちゃんと検討されなければいけないってことですね。一方で日本国内においても、そのようなことは起こり得る可能性はあるわけです。じゃあ私たちはそれを起こさないためにどうしますかってことを考えなきゃいけない。 ただ中国を攻めたりとか中国をけしからんっていうことだけでは逆に近隣諸国に対しての憎悪を高めるだけで逆に言えばそういった事件が日本国内でも起こってしまいかねないということはこれ絶対避けなければなりませんねそういったことから何かしら関係性が歪んでしまって戦争紛争にまで発展してしまうようなことは絶対に止めなきゃいけないからだから事実関係として非常にひどいことが起こってしまったその背景には何があったのか そういうことの検証を徹底的にしてもらう。日本国内においてもそういうことは起こらないようにする。日本では米兵によってそのような様々な悲惨な事件は起こされてるわけだから。でもその米兵に関しては責任を取るってことはさせないわけです。日米関係。日本は植民地だからですね。一方で中国と中国の中で起こったその事件というのはそういう日米関係とはまた関係が別の話。 小さな男の子の命が奪われたってことは絶対にあってはいけないし、誰の命も奪ってはいけない。こんな痛ましいことは絶対に起こしちゃいけないってことの再発防止と、そして日本国内でもどうしていくかってことはやっぱりこれ対策していかないと、緊張あるだけじゃダメだなっていうふうに思います。で、もう一つありましたよね。中国によって様々な資源が買われてしまっているってことに関しては二つ言わなきゃいけないことがあって、一つは日本国内においての水資源を変えてしまうようなことは、 規制がな、規制が弱いんだったら規制を強めるしかありません。それは対中国ってことではありません。日本国に生きるという人々がリーチできる水資源なのではあって、それが海外から買い占められたりとかする企業によって個人によってっていうようなことは極力ないようなルールにしていかなきゃいけないのは当然のことだと思います。一方で、経済が強い国が、 経済が弱い国の様々な資産を買っていくっていうのは、これまた別の話なんですよ。中国云々とかそういうことじゃないんです。ただ単に事実関係として中国が圧倒的に経済が強くなって、圧倒的に日本が転落してしまった。それだけのこと。日本は昔むちゃくちゃ経済強かったんですよ。世界の17%の経済握ってたのが日本なんですよ。今やもう4.2%以下ですよ。 この凋落の原因誰が作ったっつったら日本の政治。食い荒らしたんですよ。みんなの利益を一部の者たちで食い荒らし、大企業資本家だけが儲かって多くが貧困化した国が日本。つまりは、昔日本が海外に出て、様々な海が、様々な、えー、財産を買い漁った。で、アメリカの誇りとも言われる、魂とも言われるようなビルまで買った。 逆に言ったら、経済で世界を侵略していった時代があったってことです。一方、今どうですかって言ったら、日本は経済的に地に落ちてる。その状況で強くなった国が、いろんなものを買い占めていくっていうのは、これ普通のことなんですよ。買われて欲しくないものがあるんだったら、それに対する規制を強め、日本自体の経済を強くする以外、方法がない。当たり前のことです。それを買われていくことに関して、中国へのヘイトという部分とすり替える。ある意味で、 ナショナリズムにすり替えるっていうのは、私、超絶ダサいことだなっていうふうに思います。政治家としてそういうものがいるんだな、失格。そう思ってます。まずやらなきゃいけないことは何ですかジャパンズナンバーワンと呼ばれたような日本の大きな経済。それを既存させてきたのは政治の側。集奪し、そして物を買う力を弱めた。それによって需要がどんどん転がるように落ちてったこの国で。これをもう一度始めるしかないんですよ。 だとするならば、この30年間の間に国内を食い荒らしてきた資本家であったりとか大企業っていうのは、彼らを特別美味しい思いさせるために、様々な仕組みがあったってものをこれやめていくしかないんです。流れるお金を皆さんの方向に変えていく。使えるお金を増やす。景気を良くする。それを今やらないと、ギリギリ残ってる日本の宝である供給力、物を作る力さえも破壊されてしまう。 今起こっている事象に対して、近隣諸国への憎悪に向けるっていうのは、現実をより悪化させるだけにしかならない。日本がどうしてここまで転がってしまったのか、ダメになってしまったのかっていうことの検証をちゃんとして、経済政策をちゃんと打ち立てた上で、国民にまともな生活をさせるってことから始めなきゃいけないってそう思ってます。以上です。